流れが効いてる下流側面あるのはどのように攻めてますか？魚がどこについていくかですけど、まあ、暗い側向いて明るいとこ30センチぐらい下を泳いでるスズキが多いですよね。で、その場合は、追ってって食うんですけど、その瞬間食ってくんないですよね、大体。だから、自分がやるときは、大きく流して追わせて食わす方法が一つ。あと、あんまり有効じゃないけど、やっぱ、その暗いとこをギリギリ早巻きして、どうにか目の前をこじらして食わすけど、大抵ね、ぶつかったりして、魚がすれて終わっちゃうんですよね。だから、あんまり最後に使う手段ですね。逆のヨレ使って、まあ、ヨレの中で一瞬滞留時間作ることで食わすっていうぐらいしかないですかね。背があったり、石一個あれば全然違うんですけどね。なんもないと結構難しい釣りですね。で、意外と、下流側から暗い側にガボッと150なんか投げて、明暗なんかないかのようにゆっくり引いてると、まあ、端から30メーターぐらい下から投げ込んでって、あら、自分の真正面から端下ぐらいでドーンって出たりする経験もいっぱいしてますかね。